健康に影響がないんであれば、1日5箱ぐらいはキノコの山食べたいんですけどね。どうも、こいこいです。今日はですね、GitHub のコードで遊ぼうの会顔認識編ということでやっていきたいと思います。前回はですね、PyTorch オープンポーズっていう、まあなんかその目の位置とか鼻の位置とか手の位置とか足の位置とかがなんかわかるみたいな、まあちょっと右上にこの動画は出しておきますけど、まあそんなのをやったんですけど、今回は顔認識編ということで、まあ顔の部分をこう切り取ったりとか、まあその人が A さんだとか B さんだとか、まあそういったことを当てられるようなものをちょっと作っていきたいと思います。では早速やっていきます。これが GitHub の今回のコード、アダム・ゲイト・ゲイさんっていうんでしょうか。A ゲートゲイさんってなってますけど、ちょっと読み方はわかんないですけど、フェイスレコギネーションってこと、まあ顔認識ってことですね。で、ここにソースコード群があって、まあ下に、まあ前回と同じようにこう説明が書いてあるんですけど、まあこんな感じで顔の部分がわかるよと、まあ複数にいてもわかるよみたいなことが簡単に示されてて、で、こんな簡単なコードできるよみたいなことが書いてあると。まあこれ後で試してみると、あともなんかこんなことができるとか、まあ口の部分わかるよとか、まあちょっと前回のともちょっと似てますけど、まあそんなことができる。で、今回一番面白そうなのはこれですよね。顔、たった1枚の画像から、その人物の動画から、動画のこの何枚もある画像の人物を特定できるってことなので、まあこれをちょっと後でやってみようと思います。で、あとはまあどういうふうに動かすんですかとか、環境によってこういうふうに動かしますとか、まあいろいろめちゃめちゃ書いてあるんですけど、ちょっと全部はできないんで、で、なんかもう参考ページもいっぱいあるんですけど、まあさっき言ったような最低限のその顔の部分をこう特定して切り抜くとか、あとはその人を特定する動画のこんな感じで今みたいなやつを作っていくみたいなことを今回はやっていきたいと思います。で、今回もですね、Google コラボレートリでやります。マイドライブのこのテストっていうフォルダの中でやりたいと思います。これがですね、テストって IPYNB ファイルっていうのがあって、まあ前回のここ全く一緒なんですけど、まあランタイム、この、ランタイムのタイプの変更ってところで GPU を選びましょうと。で、今回は私これ CPU で動かしたんですよ。さっきのノーンで動かしたんですけど、動かなかったので、GPU で動かした方がいいと思います。まあ今日時点ではそうじゃないと動かなかったですね。ちょっと半年後とかどうなってるかわからないですけど。で、カレントディレクトリーをこのテストフォルダに移動するみたいな、このマウントして、このカレントディレクトリーに移るっていうのはもうおまじないですね。毎回一緒って形なんですけど。で、これで準備整ったので、このコードを使っていこうということで、まあ前回で言うとこの Git クローンをして、まずこのコード群をとにかく持ってこようってことをしたんですよ。で、リクエイメントテキストで必要なものをインストールして、で、まあ今回 Docker ファイルとかセットアップファイルとかいっぱいあるんで、まあいろいろしなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、で、実際に私もやったんですけど、結果的に今回 Google コラボレートリで動かす場合にはこの1行で大丈夫です。この1行だけで、もう動かせるようになっちゃいます。もうインポートができるので、ほんとこれだけです。なんで超楽ですね。で、頭にちょっとびっくりだけつけて、コマンドにして、これをインストールしましょうと。そうするとインストールが始まって、まあ結構100メガぐらい、どれぐらいあるのかわかんないですけど、まあ結構あるので、その間にちょっと他の準備をと。で、今回全然そのサンプル画像とかないんで、自分で完全に用意したものをこう入れていくんですけど、まあ、パソコンにある、自分のパソコンにある、まずは画像ですね。これ前回も使ってるんですけど、このテスト JPG ってやつ。まあ、これで、さっきみたいにこのオバマさんみたいに顔の位置が取れるんだろうかみたいなことを、まあ、やりたいってことですね。まあ、2人分取れるのかなとか、こう四角く囲われるかなっていうのを、まあ、やると。で、もう1個動画上げたんで、まあ、こっちはその A さんとか B さんとかが当てられるかなってことをやろうと思います。この動画はちょっと、今ちょっと上げてるとこなんで、後で、確認をしたいと思います。で、今ちょっと、このインストールが終わったので、で、お次に何するかというと、もうこれでいきなりもうインポートして使えちゃうんで、まあ、とにかく、まあ、一番簡単そうな、この一番上のやつをコピーして、まあ、とにかく使ってみましょうと。これで顔の位置がわかりますよってことなので、まずこれを実験してみます。で、まあ、コピペするんですけど、まあ、ちょっと、この画像名が違うんで、このテスト JPG にまずはこう、変えてあげましょうってことですね。テスト JPG を読み込んで、で、それをなんかフェイスロケーションみたいなやつに入れると、このフェイスロケーションズって中に、この画像に対してどこに顔があったかのこの座標が出るんですよね。で、実際この中身を、結果が出るんで見てみましょうと。そうすると、なんか入ってますよね。まあ4点あるんで、まあこう四角く囲ってこの部分にいるよみたいなのが出るってことで、まあさっき2人いたんで、これだと1人しか取れてないってことが、まあ、わかるんですけど、で、これをちょっと、これだけだとよくわかんないんで、この部分にちょっとこの四角く青色で色をこう塗ってみようと思います。で、これ OpenCV でできるんですけど、まあ、ちょっとこれは省いちゃいますけど、
まあ、フェイスロケーションの中をこうループして、まあ、これがそのトップの場所、ライトの場所、ボトムの場所とかわかるんで、まあ、その部分を四角く囲ってねみたいな。でそれでサンプル JPG って名前にして、あの保存してねみたいなことをしてるんで、これであのこんな簡単にあの枠つけられるんですよね。で、true ってなったので、まあ、これでサンプル JPG で保存されたはずだと。で、まあ、ちょっと時間差はあるんで少し待ちますけど、でこれ見ると、この男の人だけ四角が囲われてますよね。まあ、一人しか、なんか一つ分しか出なかったんで、まあ、この女性の方はできてないってことで、まあ、ちょっと精度があんま良くないなっていうことなんですけど、でこれよくよく読んでいくと、あのちょっと改善できるポイントがあるんですよね。それがどこだったかなっていうと、ディープラーニングでこの推論できるよっていうのがここに書いてあるんですよ。この下にあるんですけど、このモデル CNN みたいなのがこのフェイスロケーションのとこで書いてあるんですけど、まあそれでちょっと良くすることができるよってあって、ここですね、モデル CNN ってやつを使うと、まあディープラーニングで、学習済みのやつで、顔を検知できるんで精度が高いよってあるんで、まあこれをちょっと試してみます。これでやったらじゃあ2人分取れるのかっていうのを、まあ少し、やってみようと思います。まあ本当にこれを書くだけなので、まあこれコピーしてちょっと、フェイスロケーションのやつにちょっと貼り付けてみたいと思います。ここですよね、このイメージの後ろですよね、ここに貼り付けて、推論してみると、これで精度が上がるはずだってことなので、でまあ推論が終わるんですけど、でまあちょっとそれでフェイスロケーションズの中を、まあ、見てみましょうと。そうすると2つ入ってますよね。なんで、まあ、うまくいってそうだってことで、まあ、精度上がってるなってことで、まあ、CNN、モデルの CNN を選ぶと、明らかに精度が上がってると。で、まあ、今ちょっと時間差ありますけど、今つきましたよね、顔が。ちょっと大きくすると、まあ、ちょっと前回の画像が映っちゃうんですけど、小さいやつだと女性の方まで顔を囲ってるのがわかるんで、まあ、精度上がったなってことが、まあ、分かったっていうことですね。ってことで、まあ画像でやるとこんな感じで、四角く囲えるってことが、まずはこんな数行でできてしまうんだなってことが、まあお分かりいただけたかなと思います。で続いてですね、このテストの MP4 の動画でちょっと、先ほどのこの、下にあったこのサンプルみたいなやつですよね、これと同じことをやってみたいと思うんですね。こんな感じですね。まあこれをちょっと作ってみたいってことで、ここにこういうふうにたった1枚の画像から判断できるよってなってるんですけど、まあ、ここにこのエグザンポってことでコードがあるんで、まあ、これちょっとコピペして少し改造して実際に動かしていこうと思います。なのでまずはこれをコピペして、Google コラボレートリーの方に、貼り付けますと。でこれはまあ、オバマさんとかバイデンさんとか書いてあって、まあ、それで顔を当てるみたいになってるんですけど、ちょっと改造する必要があるんですね。これまずここビデオキャプチャーってなってて、実際のこのウェブカメラから直接推論するみたいな、リアルタイムで推論するみたいな書き方になってるんで、まあ、その辺を変えたりとか、あと、これ無限ループになっちゃってるんで、まあ、ちょっとそこを、ビデオの さっきのサンプルの MP4 から撮って、で、まあ、そのオバマさんとかじゃなくて、その動画に合った顔を、当てていくみたいなことをします。でまあ一回このテスト MP4 見るんですけど、3人写ってるんですよね。まあ男性2人と、まあ、女の子が写ってるんですけど、今回はこの男性2人、これ A さんにして、まあ仮ですで B さんにして、でこの女の子の顔は渡さないようにします。なのでこの女の子はこの2つの顔じゃないんで、アンノーンってなる風にしたいってことですね。 A さん B さんアンノーンってなるような感じにしたいと。なのでまずはこの動画からちょっと1枚だけ A さんと B さんの画像を事前に切り抜いているので、それをちょっとドライブの方にこう上げたいと思います。上げますと。そうするとこの AJPG と BJPG で A さんと B さんの顔、まあ先ほどの動画から1枚だけ、たった1枚ですかね、1枚だけ切り抜いた画像があるので、これを読み込ませて動画全体、何枚か顔があったわけじゃないですか。20秒ぐらいある動画なんで、まあそれでこの1枚から推論できるのかってことをやっていきたいと思います。で、まあちょっとここ改造していくんですけど、まあ事前に私が書いたやつを少しずつコピーしようと思うんですけど、まずこのビデオキャプチャーですね。これが、ウェブカメラになってるんで、テスト MP4 から、こう読み取りましょうってことにすると。で、オバマさんってなってるんですけど、これ AJPG って書いて、ちょっとオバマってなっちゃってるんですけど、もうこのままいきますね。ちょっと手抜きですけど、オバマイメージのままいっちゃいます。
で、これ B さんも B さんで、これバイデンさんってなってますけど、まあこのままいっちゃいます。で、ここで、1枚の絵を読み込んでるんで、まあ3人にしたかったらここもう1個増やしたりとか、1人でいいんだったら消したりとかして、増やしたり減らしたりできます。で、ここでちょっと、名前、オープン CV でこの下にこう、何さんって出したいんで、さっきみたいに。まあここだけちょっと、バラック・オバマってなってるんで、A さん、B さんって変えますと。うん、ちょっと変数名がオバマ、バイデンのままですけど、こんな感じで中身はちゃんと変えてますと。で、その後、実際にこう推論していくんですけど、ここでちょっとがっつりちょっと、自分の書いたコードをちょっとここに入れたいんですけど、まあこれ前回と一緒なんですけど、まあビデオで保存するんで、まあそれの準備をしてるっていうことですね。ビデオの幅とかの方向を求めたりして、まあそれをちょっとこの中に入れて、ビデオ MP4 っていう形で、推論した動画をこう保存するみたいな設定をしていると。でフレームカウントって数えて、まあ、21秒で何カウントあるのか、フレームがどれぐらいあるのかって、ここ無限ループになっちゃってるんで、まあ、フレームカウントで、ビデオの大きさで、ループして処理していきましょう。1枚1枚動画つっても画像の集まりなんで、その画像1枚1枚に対して処理して最後結合しましょうみたいなことをしてますと。で読み取って、でここをプリントで何フレームかってのが処理中に見たいんで、プリント i ってのを入れてるのと、でこのフレーム2って言って、このフレームってのはこの1枚切り取った絵なんですけど、ちょっと後でやりたいことがあるんで一回コピーしておきます。後で説明しますね。フレーム2ってのをコピーしておくと。で、まあ、この辺でなんかサイズ4分の1にしてとか、なんか細かいことやってるんですけど、で、まあ、その実際の顔どこにあるんですかっていうのをさっきやったようにロケーションとかでやってるんですけど、で、ここでなんかマッチさせて、合ってるかどうかみたいなことをやってるんですね。で、このネームがアンノーンとかあるんですけど、マッチしなかった場合はアンノーン、マッチした場合は A さん、B さんみたいなことを、まあ、してる。そういうことですね。で、ここでさっき一緒ですね。ここの部分、顔をかかって、で、なんか下の部分にこの A っていう文字を入れましょう、B っていう文字を入れましょう、Unknown って文字を入れましょうみたいなことをここで、まあ、やってるっていうことなんですね。で、まあ、ちょっと他にもちょっと変える必要があって、まずこの CV2 の IM Show ってなってますけど、ここちょっといらないんで消していくと。で、ここもいらないんで、これはちょっとウェブカメラのようなので、ちょっと消しますと。で、逆にしなきゃいけないのは、ちょっとそのここに、付け足さなきゃいけなくて、一枚一枚このさっきのビデオ MP4 にしていくんで、フレームをこの中に入れて、まあ、ビデオとして結合する準備をここでしてるっていうことですね。で、最後ちょっと、そのビデオを、まあ、リリースしましょうとっていうことを一行書くと。で、逆にこっちはもういらないんで、これもウェブカメラ用なんでいりませんってことを、しちゃいますと。で、まあ大体これでいいんですけど、で、さっき言ったフレームのやつですよね。フレーム2ってなんでこれやったのっていうことなんですけど、このテスト MP4 で、A さん、B さんとかっていうのが分かれば、もしちゃんと推論できれば、B さんがこの位置にいる、A さんがこの位置がいるって分かるじゃないですか。なので、A さんだと判断したところの顔を切り抜いて、いっぱいこのフォルダーの中に、溜め込んでみようと思います。まあ、それがちゃんと推論できていれば、この A さんの顔だけがいっぱいこの中に入るだろうみたいなことをしたかったので、まあやりますと。で、フレーム2ってやつを使います。これなんでやってるかっていうと、細かい話なんですけど、これフレームってやつに直接この赤く顔とか囲っちゃってるんで、切り抜くと赤い部分が見えちゃったりするんで、まあ傷ついてないフレーム2ってやつで、そこ切り抜いて保存するみたいなことがしたいんで、フレーム2ってやつを使ってます。で、簡単で、これネームですよね。ネームって変数があるんで、ネームが A だった場合は、その部分を切り取って、カットって変数に入れて、で、その後、この i でループしてるんで、このフォルダーの中にこう入れてあげるみたいなことをしてるんですね。ここでカットってやつを、イメージズってフォルダーの中に入れて i でループしてるんで、ここですね、 i でループしてるんで、そのフレームカウント、イメージズ 1jpg とか 100jpg みたいな形で保存してねってなってるんですね。まあこんな感じで、やったので、じゃあちょっとこれ実行してみましょうってことで、まあどうなるのかっていうことですよね。まあちょっとこれ少しだけ時間かかるので、ただ GPU が走ってるんで結構早いんですけどね。数百枚の処理にしたら随分早いんですけど、まあこれちょっと一旦待ってみますね、これ。まあ546あるんでちょっとだけ時間がかかるよっていうことですね。はい、終わりましたということで、じゃあ実際にちょっと、保存されたはずのこのビデオ MP4 ですね。これをちょっと見ていきたいと思います。まあうまくいってるのかと。そうすると、
結構うまくいってますよね。たった1枚しか渡してないんですけど、動画に対して A さん B さんってこれ判別ができてる。で、この女の子は、画像渡してないんで、アンノーンってことで、まあうまくいってますよね。っていうことで、こんな簡単に識別ができちゃうんですよね。結構これは驚きではないでしょうかと。で、まあ、うまくこの A さんが切り抜けてるんで、まあ、おそらくさっき の, あのフォルダーにも A さんの画像がたくさん入ってるはずだってことで、ちょっと見てみるんですけど、まあたくさん入ってますよね。っていうことで、まあこんな感じで、こういうこともできるんですよね。なんで A さんが大好きって方は、まあこれをやってみると。ただちょっと職場の動画とかでこれやって、ドン引きされないように注意してくださいね。私はそこは責任取れませんかね。まあでもこんな感じで、まあできるってことで、まあ、結構面白いですよね。なのでたった1枚でこんな顔を特定できてしまうってことなので、まあ、私はこのサンプルの動画でやりましたけど、皆さんは自分のね動画とか友達とか写ってる画像動画とかでやって、まあ、自分の顔を実際に、スマホとかで撮ってその写真でやるとできるのかみたいなことをやると面白いと思います。はい、では本日はですね、この辺にしたいと思うんですけども、いかがだったでしょうかと。結構簡単でしたよね。もっと僕は時間かかるかな、環境の構築とか、水路も時間かかるのかなと思ったんですけど、あっという間にできちゃったんで、まあこれ実際にこれ G アカウントあればね、 Google コラボレートにできるんで、実際に遊んでみると面白いんじゃないかなと思います。では本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。